いいとこ見つけた。こんばんは。そう、お久しぶりのお泊まりです。お家じゃない。坪祐介さん、京平さん、ありがとうございます。これ声結構聞こえる？ちゃんと。さん、りょうさん、キョンシーさん、ありがとう。マジマジ見た、ほんと？なんかこれ美肌マスクらしい。なんか何？めっちゃ出てるんだけど。見て、なんて言ったらいいんだろう。めっちゃ保湿してくれるらしい。とかしらね。では私はちょっと足のマッサージをしながら配信しますね。今ね、無人島からね脱出するやつ見てます。見てました。無人島から脱出するやつ見ながらちょっと色々やってました。こもちんさん、大崎上島のカズさん、おっさダダダダムドさん、ありがとう。マスクで肌が荒れちゃう。めっちゃわかる。やばい、やばいですよ、ね、もうお風呂入った。 NHK でドライブインでも、本当？ローラーじゃなく手でやります。今日はよし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 。夏希さん、スカパラダさん、ありがとう。ふーちゃんいないよ。あ、私の部屋にはいない。私はそう、ユミリンと同じ部屋です。マスクでかくて鳥みたい。鳥になりたかったから嬉しい。僕七並べ7位だよ。え、すごい。こんばんは。今広島にいないんだよね。昨日の写真見てて足細くなったって思った。嘘、ユミに配信してる。海外じゃないですよ。蝶々みたい。ちょっと見間違いかな。ダダダダムダさん、キヨさん、キコリさん、ありがとう。夜用マスクだって。これマリーナとのツーショットとても可愛かったですね。4ヶ月育成したおひげちゃんと。4ヶ月育成したらどのぐらいになるんですか。坪井祐介さん、おーちゃんさん、ありがとう。いい成分ついてそう。それの夜用マスクつけてるんだよ。口を開けて寝ちゃったりするから。へえ、ゆういちろうさん、坪井祐介さん、ありがとう。自分もマスクで荒れてるよ。
ここが摩擦が辛い。私はマスク保湿成分。てつさんありがとう。耳が痛くなる。いやね、そうだからマスクがないとお店に入れなかったりするもんね。でも今必要な時だって、外出するとなったらもう必要じゃないですか。その予防っていうのもちょっとあるけど、それ予防とかよりももうさ、そのお店に入れないとかさ、人の目をそんな気にするなってことあるかもしれんけど、でもあマスクしてない人がいるみたいなのとかさ、そうなるじゃん。リブリ配信から声が聞こえる。そう、ちっちゃくしゃべろ、ちっちゃくしゃべろ。そうだからもうマスクは一つのね、そうそうそう、あのマナーというかそういうものじゃないですか。だからむずいよね。テリ顔とかって結構みんなあるよね、そういう悩みとか。そうそうそう、小分けにしないタイプ。うん、このボトルを見ながらマッサージした方がやる気出る。ギャルソンってさ、あのハートのハートに見えないやつ、レッスンでもマスクなの。うん、だってレッスン一人でやるわけじゃないから、モチベに。そうそうそう、あ危ない、いい匂いします。そうです、コッコにギャルソンの香水のを誕生日にあげました。パプレ、いつもより疲れる。何が TikTok で夢力だった、いいね。でも私も学生の時からマスク結構使ってて、持久走の時とかもマスクつけて走ってたりしたんですよ。そう、なんか持久走ってやるの大体冬だから、その顔がめっちゃ、なんて言ったんやろ、冷たい、寒い、走って当たる風が嫌で、そうで、トレーニングも兼ねてマスクして走ってた。でももうダンスは習ってたから持久力大切だなって思ったのもあるけど、夢力のサビを踊る時のポイント、四角を、アリちゃんが足踏んでごめんって、そうあれよ、当日謝られました。
ね、寒かったもん。細くなれ細くなれ、ちょっと戻ってきちゃったわ。大変大変、やっぱ怠ってたらね戻りますわね。夢時間のあのサビって波？波じゃない。玄米ブラン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 、おーは何もしないもん。こうでそのままシュッてやる。スケモンさんありがとう。目でわかるぐらい細くなるのすごい。ほんと？それ玄米ブランだったんか。そうですよ、 CM ソングですからね。これ1期生はみんなサクッとしてるから、2期生はしっとりした子。間違えた。だからブラウニーちゃん、ギルスさん、キコリさん、キャンシーさんありがとう。持ってきてないんですよ、ごめんなさい。本当にブルーさんありがとう。脱出しそう。イヤホンママに借りたの。そうマッサージ偉い。ほんと？どう？皆さんモチベどうやって保ってます？マッサージとか筋トレとか。そういえばボッツケースの配送連絡来てた。ほんと？オタクのモチベじゃないです。怪しいメールの写真が素敵だった。あれさ、外カメラでこうやって頑張って撮ったんですよ。保ってた試しがない。でも1ヶ月結構頑張れたけど、けどもみたいな感じでしたね。でもやっぱ頑張って結果が見えたから、まあそれは良かったなって思ったけど、違いがと。本当いつも早くて感心する。何が早い？続かない時と続く時の違い分かんないんですよ私も。なんやろ、全然なんでか分からん自分でも。みちからのメール、健康診断それは確かにそうかも。どうしようかな、どうしたらやる気が出るかな。やる気が起きないんだよな。でも今日は二の腕のこういうやつやりました。オガトレ。でも自分結構変わりやすい体だと思うんですよね。増えるのも早いし減るのも早い気がする。太ったわ一時期痩せた時より。おっさんキャンシーさんありがとう。そのマスク初めて見ましたね。私も初めてやった。ちょっと用事あるのでこの辺で。こんな時間に N ケンさん、シティリバーさんありがとう。まあでも結構形から入るタイプだからさ、なんかいっぱい、なんて言ったらいいんだろう、マッサージクリーム買ったりとか、
プロテイン買ったりとか。今はそれがモチベですかね。消費しなきゃっていう感じ。今はでも日焼け対策のモチベが高い。クリアしちゃいたい。ほら涙の表面張力を踊り続けてみたら、でもさ、そんな恋のお縄は結構疲れます。ボディクリームいい匂いの分で、いい匂いよこれ。めっちゃなくなれなくなれ、もみしだく、日焼け止めをいっぱい塗って持ち歩いてるし、日傘も差してるし、ちょっと見えた今、めっちゃ飛んだの見えた。ねえねえ、危ない。あ、見えんかったか。でもやっぱ変わった自分を見た時は嬉しかったから、頑張ろう。音エグかった。何の今音、あ、ピチャって。音は覚えてないわ。ゆきぽよさんが大変よくわかるね、見てたの。まあわかるか。ごめんなさい。なおやさんありがとう。どれぐらいやらなきゃ効果が出ないの？え、わかんない。でもね、自分が一番効果が出始めたって思ったのは、何だったっけ、ブルブルマシーンを持ってて、父がブルブルマシーンに乗り始めた時とか、配信中にずっとコロコロしてた時、これでコロコロしてた時とかから、なんか、あ、聞き始めたみたいな思ったから。でもそれが、でも筋トレとかしたりとか、こういうマッサージとかもしたりしてたから、それからなのかどっちなのかわかんない。私の父はでもブルブルマシン全然乗らず、もう乗っとったけど、なんか結局私の部屋に来ました。そうで、最初はいらんって思ってたんですよ。で、最初はいらんって思ってたけど、なんかせっかくおばさまないのあるよ同系色すぎて同系色すぎてありがとう、うん。せっかく部屋にマシンがやってきたっていうことでやったら
痩せたっていう。ブルブルマシーンが足首に効いた気がします。美容系って感じ。ゆみりん勉強頑張ってっていうコメントが来た。ありがとうございます。今からします。あら、そんなの今からしてくる。頑張って。ゆっくり、うん、ゆっくりしてくる。それでは私も、もうそろそろしょろしょろもうそろそろ終わりようかにゃ。もうちょっとマッサージをして、もうちょっと、筋トレをして、着圧ソックスを履いて、ほっそりほっそりしようかな。なくなれなくなれ足首。でもめっちゃあったかくなった、足マッサージしたら。着圧ソックスの話めっちゃしてたじゃないですか、配信で。でも全く届かなかった一個も。だからダメだったのか、かダメって思ってやめたのかな。内ももがなくなってほしいの。内もも、ふくらはぎの筋肉のつき方めっちゃ綺麗。そう、本当？内ももマッサージ。二つ送ったのに、マジ？待って、グラマラスパッツ？内もも好きなんですがね。内もも好きなの？いや、変態やな。叫び声みたいなの聞こえたけど、それな。私もわかんないですよ、それは。服は9号、わかんない、10号、何の号か。みんなわかるんですか、何の号か。右ばっかしとるけん、右ばっかなくなっちゃいそう。上半期の女の子につける名前、美月が2位みたい。マジ2020年。2020年ですか。20年越しに。そうだよね、水木読みが多いから。あ、危ない、飛び散るとこだった。またもうちょっと、ちょっとあとね、左足の上だけだから、ここだけやって終わりたい。それって何の香り？パチュリ、ラベンダー、バニラ。パチュリが分かんないんですよね。パチュリが何か分からん。ねえ、
そうだね、どこに消えている行くんだろうって思います。私もマッサージしたら細くなるの分からんよね、なんでか。クリームオイル、クリームです。これオイルはね、手がベトベトになるから好きじゃないんです、あんまり。でもマッサージで一番いいのはベビーオイルな気がする。そうこれです。これモテる女の香りらしいです。でもこれ大体マッサージした後は着圧ソックス履くんですよ。だから、朝起きて脱いだ時にその脱いでふわーって匂いがするの。そしたらあ、パチュリってなる。さあこの前これの香水買おうかと思ったけどまだ悩んでます。何系の香り？ラベンダー、結構ラベンダーがラベンダーってバニラ感はないけど甘いラベンダーって感じ。色で表したら薄緑と薄紫とクリーム色みたいな感じの、脳内になる感じですね。あ、パチュリは墨汁を確かに墨汁って感じする。確かに、だから好きなのかな。最初好きじゃなかったんですよ。なんか一番人気の匂いって書いてあったから、一番人気に弱くて、サボンってなんかおしゃれな女の人って感じがするから、サボンの商品が欲しくて、まあ一番人気にしてみるかって言ってやったんやけど、でもどんどん好きになってった。だから馴染みがあって好きになったんだ。確かに墨汁、墨汁の匂いがするわ。墨汁でやっちゃダメ、真っ黒。いや墨汁フェチはでもある。墨汁めっちゃ好きなんですよね、匂い落ち着く。そう、うちももなくなれ、うちももなくなれ。うわー、こんなにもまだ私の足に贅肉があるのか、つらい。なんじゃもりゃ。マッサージしながらよく喋るわ。配信してなかったらちゃんと無言でやりますよ。いやもういくら揉み次第っても変わらんわ。多分上限まではやりましたぜ。はい、終了。怖い。自分の膝枕ね、そんな気持ちよくない。硬い。
でも柔らかくしてたら柔らかいけど基本硬い。硬って言われた。福ちゃんにストッパーつけたままです。O 脚とか X 脚とか分かる？うん、自分でも多分そんな曲がってないと思う。普通それでは男女を呼んでいきたいと思います。いきます。13位キョンシーさん、12位ブルーさん、11位 M ケンさん、10位スカパラダさん、9位チョソンミンさん、8位コモチンさん、7位ユキさん、6位ダダダダムダさん、5位ギルスさん、4位シティリバーさん、3位ツボイユースケさん、2位東京特許許可局局長さん、そして1位はジュルルンジャンキミさんでした。ありがとうございます。キミさんお誕生日おめでとう。そして今日のラッキーナンバー22位はジュルルンジャン、スーさんさん、イエイイエイイエイ、ありがとう。それでは今日も一日お疲れでした。ありがとう。ロバイチロバイ、休み中また明日、また明日です。明日は7時半からかな配信。またね、しっかり寝てください皆さん。バイバーイ。